そろそろ試合がしたい。目指す舞台は有明コロシアム。丸藤直道が不死鳥のごとく蘇る。2006年には未だ破られることない大記録 GHC 王座グランドスラムを達成。さらにその年、永遠のライバル健太との死闘でプロレス大賞年間ベストバウトを獲得。また2008年には全日本の世界ジュニア、2010年には新日本の IWGP ジュニアを獲得し、メジャー3団体のジュニアを制覇。ノアだけでなくプロレス界の中心に立ち続けてきた天才が丸藤だ。しかし常に危険と隣り合わせのファイトで怪我とも戦い、これまで幾度となく欠場を余儀なくされた。今年4月にも後楽園大会の試合中怪我が再発し欠場に追い込まれてしまった。しかし7ヶ月ぶりに復帰を決意。その対戦相手はシングルで勝負しましょう。出ないなんて言いません。よろしくお願いします。やりましょう。杉浦が丸藤の対戦要求を快諾。まあ、何度も何度も怪我を繰り返し復帰をしてますけども、まあ、これが最後の復帰戦というつもりで、この試合に臨みます。ぜひ応援よろしくお願いします。第5試合、丸藤直道7ヶ月ぶり復帰戦。丸藤直道対杉浦隆。11月27日有明コロシアム。今日ここに天才と呼ばれる男が戻ってきます。およそ7ヶ月ぶりにマットに立つ丸藤直道復帰戦です。 4.16 後楽園ホールで古傷である頸椎の怪我が再発。そこから懸命のリハビリを経て今日有明のマットを迎えました。対戦相手に指名したのは前 GHC ヘビー級王者の杉浦隆。杉浦は自分を指名してきたことで彼の覚悟が伝わってきた、そう試合前話しました。今姿を見せた杉浦、引き締まった表情です。今日は丸藤の全てを受け止め跳ね返すためにマットに向かいます。ここ有明コロシアムで11位をかけた秋山戦、高山戦、あの時とはまた少し違う緊張感に身を包み杉浦隆がリングインです。待ちきれないファンの興奮が有明コロシアムに充満します。しかしファンよりも誰よりもこの日を待っていた丸藤直道、今はワクワクしています。試合前、子供のように目を輝かせながら試合への心境を語った丸藤直道、今ファンの興奮の中姿を見せました。4.16 後楽園ホール大会以来7ヶ月ぶり、ビッグマッチ用のマスクを着用し真っ赤なガウンに身を包んでゆっくりとリングに向かいます。 4.16 後楽園ホール、フルキッズの首を負傷以来7ヶ月のリハビリ。負傷直後、しびれから右手は箸も持てない状況でした。そこから戦うところまで回復しマットに立ちます。これがレスラーとしての強さ、そして男の覚悟。華麗に舞う丸藤、ここに戻ってきました。丸藤直道復帰戦シングルマッチ60分一本勝負を行います。ワンコーナー240ポンド杉浦隆。彼の覚悟を受け止める杉浦隆。ワンコーナー210ポンド丸藤直道。レスラーとしての闘争心、そして覚悟、マットに戻ってきました丸藤直道です。小刻みに体を揺らします。目を見張るのは鍛え上げられましたその上半身の筋肉です。盛り上がる大胸筋、そして割れた腹筋、しっかりと体を作ってきました。 4.16
後楽園ホール大会の負傷からおよそ7ヶ月、自ら指名した杉浦とのシングルマッチ、今天才の時計が再び動き出す、ゴンが響きました。どこまでも表情は穏やかです。その胸中緊張感はいかに。ファーストコンタクト、押し込んでいった前 G1 チャンピオン、張った、蹴った、今日は激しくいく、その覚悟を丸藤から示しました。キックで痛めていたのは首、杉浦もグローバルリーグで首を痛めました。足をかけて顔面を狙う、避けてキックかわして、もう一度いく、これも避けた、受け止めて顔をつかむ、押し込んでいった丸藤、二人の視線が交差します。何か通じ合うところがあったでしょうか。長い時間目を見つめ合った丸藤、そして杉浦、リング上ではこの上ないライバルです。4月16日古傷でもありました首頸椎の怪我が再発しました。そこから長く1ヶ月間リハビリを経て戻ってきました丸藤直道です。あの試合は強烈なキックを頭に受けまして、その瞬間本人に聞きますと首から右腕右手先まで体が熱くなったそうです。その瞬間から右手が言うことを聞かなくなりました。欠場直後箸すら持つことができませんでした。しかしそこから頸椎の回復に向けたリハビリ、さらにはもう一度体を作り上げるトレーニング、7ヶ月間ただ辛く厳しい時間を経てこのマットを迎えています。膝を落としていく、そして10月の後楽園ホール大会、マットの上で復帰の舞台を有明コロシアム、対戦相手は杉浦、自ら指名しましてこの舞台に立っています。腕を取り合う両者、さあいつものように華麗な動きが出てきた、これが丸藤、アーツピア、頭を押さえている丸藤、エスケープしました、エスケープした、後頭部を強烈に打ちました丸藤直道です。そもそもの首の怪我は去年の7月です。 DDT の両国大会で負傷し、結果変形性頸椎症神経根症と診断されました。その去年7月から復帰まで5ヶ月、去年12月に1度目の復帰戦を戦いました。しかしその4ヶ月後の今年後楽園ホールで4月再び怪我が再発ですので、2度やっているだけになおさら心配されるその丸藤の首です。本人に聞きますと完治ではありません、しかしもう十分戦える状態になった、そうしたら出るのが自分の役目ですし、何より戦いたくてワクワクしています、そう話した丸藤直道です。塩崎が見つめています。対戦相手の杉浦は話しました。ノアにとって丸藤は必要な選手、彼の復帰は素直に嬉しい、僕個人としても待っていました、あるいは見ている塩崎も同じ心境かもしれません。復帰戦の相手を務めるのは初めてです。タイトルマッチとはまた違う、しかし同じくらいの緊張感があります。試合前話した杉浦です。ただ2人口を揃えたのはただ一つ、今日は勝ちます。さあ丸藤が後ろを見た、ブレンバスターを投げれば大変なことになる、力を込める、あっと引き戻した杉浦、落とした、低いところで体を返し、ブレンバスター文字通り頭にダメージを与えていく、その投げです。ちょっとやはりいつもよりも首へのダメージ、頭へのダメージ、苦しそうにするその表情が気になります丸藤直道です。今日の有明コロシアムには2つ悲しいニュースが届きました。現地時間22日に亡くなったバイソン・スミスさん、そして丸藤と同じ首の怪我が癒えずに引退を決めた力王さんの挨拶もありました。満身創痍でしかし戦い続ける、それがある意味レスラーとしての本能であり宿命でもあります。この丸藤も
本人曰く 100% ではない、しかし戦える状態、その首でマットに戻ってきました。そして戦いに立つ以上はもうそのことを気にすることはありません。ある意味これもレスラーとしての本能であり丸藤での礼儀でもあります。杉浦隆が首を攻めていきます。試合時間5分が経過しました。首への攻撃がやはり厳しいか、動きが止まったか丸藤、しかし容赦なく攻めていく。これが覚悟を決めた丸藤を受け止める また杉浦の覚悟でもあります。ロープに体を近づけていって足を伸ばす。彼が自分を指名した時点で覚悟が伝わってきたという杉浦ならば自分もという杉浦の攻め、サードロープに足を伸ばしていきました。ただ杉浦も見てきました。丸藤はトレーニングはもちろん食事制限などもしてしっかりこの日に備えて体を作ってきた。彼のリハビリ本当に尊敬するものがあります。そう試合前話した杉浦です。カバーに行く。それだけに全力を持って迎撃していきます杉浦隆です。木に当たってタックマッチや6人タックマッチを選ぶのでもなく、あえて全 GHC ヘビー級チャンピオンを指名しました丸藤直道。本人は笑いながら、だってタックじゃ僕が目立たないでしょうと冗談っぽく話しましたが、目立ちたいそれだけではないでしょう。強烈なエルボを浴びています。7ヶ月ぶりのこの日に向けてちょっと今右手の状況を確認しています。首の頸椎が変形することによりまして神経を圧迫し右手の銃が効かなくなりました。あと DDT、 これも首へ静まり返る有明コロシアム。ファンもその状況が分かっているだけに激しい攻撃に盛り上がるのではなく、むしろ丸藤の首を心配するようなそんな場内の雰囲気になってきました。それでも攻め続ける杉浦にも覚悟が必要です。全ての GHC を取りました。この緑のマットで最も華麗に舞ってきたその丸藤の姿がありました。2001年に GHC ジュニア、2003年にジュニアタッグ、2005年には鈴木みのると組んでヘビーのタッグ、そして2006年、ジュニアの体格でありながら GHC ヘビー、日本プロレス界の金字塔、それを成し遂げた丸藤直道。一方的に杉浦が攻め続ける。前に投げた。予測のつかない動きは受け身を難しくします。さあ距離を取った杉浦、力を込めてキックは避けた。エルボテイク。この男は厳しい戦いをこの長ヶ月間戦い続けてきました。まだ試合感は戻らないか丸藤。厳しいリハビリを経た丸藤、それでも超えることができないような苦しい戦いをマットの上で張り続けてきたのはこの男です、杉浦隆。距離を取って顔面へ、丸藤が追いかけて上から行く。さあ反撃なるか、杉浦も行く。両者がぶつかり合う。あっと踏みつけた。相手の先を読む天才児の動きが戻ってきました。さあ反撃できるか。杉浦体作りは十分してきました。ただ丸藤に聞きますと、実践的なトレーニングはここまでほとんどできませんでした。正直にそう準備段階を話した丸藤です。ブレマスさん行く。体ができて実戦練習に移行しようとしたところ、ノアが巡業に出ていて相手がいなかったんですと、そんなことを話していた丸藤。さあロープに固定して避けた丸藤。さあスワンダイブするか、飛び越えて後ろから丸藤の天才の引き出しを一つ開けました。そして後ろから、いやロープは使って前から行く。誰にも予想できない丸藤ワールド。カバーに行く。固唾を飲んでいたファンから少しずつ声が、拍手が上がるようになりました。丸藤は大丈夫だ、そんな表情がファンの顔からも伝わってきます。対角線に振る。息が上がっている丸藤、まだ10分経っていません。
さすがの丸藤も久しぶりの実戦で少し息が上がるのが早いか。しかしいつもの速さで走ってラリアット右でどうか。正面から踏みつける容赦ない攻撃を見せつけます。試合時間10分を経過しました。トラースキックを狙うか。強烈に打ってさあその右手で知らぬい。いやこれは返された。逆にロープの上に宙づりされた。足がかかっています。杉浦が膝ストマックに一撃十分に鍛えられました。しかし実戦でなければ感じることのない衝撃痛み今丸藤のストマックに襲いかかりました。なおも攻める全 GHC チャンピオン。前の年ロープを使う。苦しそうな丸藤の声が天井の高いこの有明コロシアムの空間に響きます。ロープに振る蹴り上げる。杉浦は一貫して鬼のような表情を変えません。気持ちを緩めない杉浦。首をつかむ苦しそうな丸藤。あと踏みつけた。キッチンシンクの膝を踏みつけドロップキック。丸藤の高さは戻ってきています。さあ場外に杉浦で追いかける。まさか後ろ向き飛ぶか。いやこれは足を引っ張った杉浦。逆に鉄柵を使います。さあ杉浦がエプロンに上がって何を狙うのか。いや足を切った。1回転して蹴りました。トラスキック。どんな体勢からもどんな技も躊躇なく仕掛けます。さあ場内を見た。エプロンに2人が立った。復帰戦から衝撃の厳しい技を出すのか。知らぬいの体勢でなんと、あーっと知らぬいをリングの外に仕掛けた。ちょっと今最後の一歩が空足になったか。丸藤もつれるようにして落ちていきましたが丸藤は大丈夫だ、丸藤は大丈夫だ、心配ないよと場内にアピールします。そして杉浦も心配です。丸藤の体重を浴びました。場外に落ちます。今リング上からリングの外への知らぬいを仕掛けようとした丸藤、結果的にセカンドロープの高さから落ちてきました。杉浦にはダメージが残っています。タイトルマッチのような非常な攻撃を仕掛けました丸藤です。丸藤自身の復帰戦7ヶ月のブランクあるはずです。試合間はどんな天才でもピークよりは下回っているはずです。それでも上がってくる相手を狙うこの丸藤フロムコーナートゥーコーナー出た。さあ一気にここぞと勝機を得た。知らぬい見事に決めた。燃える不死鳥飛びました。しかしカウントは2つ。ただファンの声援を一身に受けます。さあ試合を決めに行くか。ポールシフトの体勢力を込める返す杉浦着地した。しっかり見ている。キックを打つスピンキック顔面へ。あーっと張ったロープを使う。しかし受けたキックの反動でトラスキック。このひらめきはどこから出てくるのか。それゆえに天才という称号を欲しいままにします。4つの GHC を手にした男、そして3大メジャーのジュニアを手にした男。右腕の感触を確かめる。さあポールシフトに行くか。上げるために力がいるが捉えた杉浦。強烈トラスキック。カバーに行く。これでは沈みません。 GHC 最多防衛を成し遂げた男です杉浦。
さあ何を見せるか、天を指さしてからタイガーフローションを狙う。こらえた杉浦、逆にオリンピック予選スラムこらえた、足を捉える、しかしこの体勢から顔面を蹴る、クラスキックは狙っていた、アキレス腱固め、がっちり捉えた、がっちり捉えた、アンクルホールド、しっかりと抑えた。久々に味わう関節技の痛み、試合を決めに行く杉浦、アンクルホールドリングの真ん中、誰も助けてくれません。あっと足で振りほどいた、スピア、もう一度、二度目、苦しい丸藤、痛みが頭を走ります。力を込める、ロープを手繰った、ブランクがマイナスになるような時間は使っていません。体はしっかりと復帰前より作っています。そう気丈に話した丸藤。さあジャーマン狙う、後ろはコーナーバックル、硬いコーナーへ食らっては危ない、丸藤のあと、これを捉えて逆に乗っかって、しかし投げ返した杉浦、相手の上へ、さらに上へ技の押し、そして重みを込めて、力を込めます、杉浦自身の覚悟も込めます。苦しくなった丸藤、髪は汗でびっしょりです。ここもキックを打っていく、倒れた丸藤、苦しそうにもつぶる、しかし肩を上げました。丸藤自ら見つめます、認めます。首はデリケートな幹部、しかし何かあっても杉浦が相手ならば後悔はありません。その覚悟の一戦、お互いが相手の動きを読んで抱え上げて、あーそのまま空中で受け止めて、ジャーマンスープレックス、ホールドはカウント2。ただ首に強大なダメージのジャーマン、丸藤起き上がれるか、右手の力は入るか、楽しみで仕方がないと喋ったその復帰戦、苦しい一戦が待っていました。ジャーマン目はうつろだ、丸藤、そしてフルネルソン、ほどくか、しかし投げ切った、がっちりホールド、返した、フルネルソンスープレックス返しました。ただの復帰戦ではない、しっかり勝ってその先に GHC を見据える丸藤直道。さあ終わらせに行く、あとはキック、まだまだ終わらせない丸藤、ただの復帰戦ではない、この扉を開けた先にトップ戦線が待っている丸藤、右だ右だ、右手で出していく、あーしかし膝が待っていた、エルボーを容赦ない、重みを込める、これがトップ戦線だと言わんばかりの杉浦、動きが止まった丸藤、力を緩めないのが丸藤への敬意です。丸藤動きが止まった、レフェリーを下げ一気に試合を決めに行く、覚悟を決めてオリンピック予選スラム、急角度直角行、高さがあった、これが杉浦の覚悟、丸藤直道を受け止めました。7ヶ月ぶり復帰戦、最後はオリンピック予選スラムに沈みました。しかし丸藤直道、ここに有明コロシアムのグリーンのマットに見事に戻ってきました。右手が動きます、力を込めその動きを確認する丸藤、敗れ去って大の字は丸藤、しかし
見上げるセロップその天井、7ヶ月ぶりの戦いの舞台、丸藤直道が戻ってきました。自らが指名した杉浦隆は、丸藤が期待した強い杉浦でした。ファンは待ちます、丸藤が起き上がるその姿を。あ、杉浦がマイクを持った。副社長お帰り。今日戦ったけど組みたいね、今後ね、組んでの面白くしていきたいね。副社長組もうよね。なんとここで突然のタッグ結成を呼びかけました。杉浦、かつては GHC タッグを第16代王者として持っていた丸藤杉浦組です。さあ右手でマイクを持った。高橋やりすぎだよこれ。気持ちいいね。よし、組もう。組もうだけど一つ条件、今夜おごれ。敗れてなおウィットに富んだその丸藤が戻ってきました。そしてリハビリに時間を要したその右手をしっかりと杉浦が掴み掲げます。場内から杉浦のこの丸藤復帰戦への大きな拍手です。敬意を表し合う、認め合う男と男の姿がここにあります。見事にマットに戻った丸藤直道、そして杉浦隆とタッグ結成です。今杉浦が、そして丸藤がお互いに敬意を示しリングを後にします。笑顔です。杉浦も嬉しそう、そして丸藤もこの疲れ、この痛み気持ちいいよとマイクで場内のファンに自らの健在復活をアピールしました。今ここに再び頼もしいタッグが戻ってきました。そして丸藤直道再びリングに戻ってきました。